日系フィリピン人とは日本に家系起源を持つフィリピン人である。在フィリピンの日本人衆院選が日本人の商人を輸送したマニラで芸者とクーリーが乗る日本の人力車1920年の日系フィリピン人メディアを再生する日本のフィリピン移民メディアを再生するフィリピンレーテ島の日本軍フィリピンマニラの日系人バザール。左上から時計回り東京バザール。 ホテルと東京バザール、日本バザール、神戸バザール、在庫林ビル、フィリピンの日系人バザール。左上から時計回り、セブ市の日本バザール、セブ市の大正バザール、在 y MCA ビル、ダバオ市の大阪バザールと柏原ホテル、マニラの大阪バザール、マニラの大阪貿易会社の、日本人会社員、マニラの大阪貿易会社の、寮における、 日本人会社員マニラで野球をする大阪貿易会社の日本人会社員マニラの日本人学校でのフィリピン日本人法人会議マニラに進行する大日本帝国陸軍の近隣部隊オートバイでマニラに進行する大日本帝国陸軍フィリピンからの芝生飾り水の瓶またはパン焼き用として使用される伝統的なタパヤン瓶日本の江戸時代の茶の缶として使われた茶の瓶に塗られた 野々村人生の藤のデザイン日本、堺市市民会館のルソンスケザエモンゾフィリピンマニラ、プラザディールオの高山ウコンゾ日本人男性と現地の女性間に生まれたものが太平洋戦争の混乱によりフィリピンに残留及び無国籍状態に置かれていた問題。戦後のフィリピン社会は戦争により大きな被害を受けたことが原因で反日感情が強かったため母親が 夫との婚姻証明書を破棄、名前をフィリピン式に改名する事態が起きた。また当時のフィリピンの法律は、不景優先決闘主義であったため彼らは、フィリピン国籍を取得できず、無国籍状態になっていた。彼らへの差別は、マルコス政権誕生までは強いものであった。2018年に実施した外務省の調査では3,810人が確認され、 そのうち1000人は連絡先の判明により日本国籍の取得ができたが残りの1500人は日本人の父を持っていたが無国籍状態のままであったそのため集積をするために裁判所に申し立てを行っており2017年までに200人が国籍を取得した2018年の調査では1210人の国籍が回復1531人は 確認が終わる前に死亡893人の確認が終わっていない。2020年3月末時点では3836人が確認されており、無国籍状態に置かれているのは910人であった。ありがとうございます。